ちは、ジェントフィットネスの元気です。いつもご視聴ありがとうございます。今日はですね、皆さんに、お伝えするトレーニングメニュー、ダンベルのワンハンドローイングですね。これ背中の広背筋の種目、これをちょっと分かりやすく解説できればなと思いますので、いきましょう。そしたらワンハンドローイング、これね、お客様に今まで、教えてきた中ですごく難しい種目だと思うんですね。やっぱりその体の硬さだったりもちろんそうですし、手でダンベルを持つわけですから、なかなかこう広背筋に効かせるという動作が初心者の方特にできないと思うんですよ。これも今まで何人もやらしたけど、なかなかこう一発でできる人がいないっていうのも、オフィスワーカーの人って結構やっぱ硬いじゃないですか。体が硬くてやっぱうまく効かせることもできないので、まあ、正しいね、その手のつく位置だったりやり方っていうのを今から解説していきます。でまず膝、場所を決めてください。肩幅より広めにこの左の足広げてくださいね。で重心はこの真ん中でいいです。でそのまま自然と手つきますね。こういうイメージ、二等辺三角形を作るイメージ。そしてこの時にポイントになるのが背中とお尻、これなるべく一直線にしてください。この状態ね、こうなったらダメですよ。これ絶対ダメ。これ反りすぎてもこれも無理な体勢になるんで、こんなもんでいいです。フライト、はい、OK ですか。そしたらダンベル持ちますよ。ダンベルこの自然に降りる位置からスタートしていきます。広背筋ってこの上腕骨から腰に向かって広背筋というのはあります。なのでこの上腕骨とこの腰を近づけるイメージを持ってダンベルを引いてきてください。それはどうやるかというと、こういうイメージ、上腕骨と背中を腰を近づけるイメージ。であとこれ二等辺三角形ね、手と右足膝と足作りたいんですけど、結構多いのがこうなっちゃう人ね。こうなる時点でもうバランス取れなくてブレブレになっちゃうので、だからしっかりと二等辺三角形を作るイメージ、意識を持ってください。あとはここだけね、動かしていくイメージ。一つ質問ね、質問、はい、一つ質問なんですけどその尺で噛んだな。そのダンベルを下ろして、はい、股関節に持ってくるっていう動作の中で、はい、肘から手の動作は分かったんですけど、はい、正面から見た時の体幹のこういう動き、はい、そちらちょっと教えていただきたいんですけど、はい、これ結構難しいので、みんなやっぱり手で、ね、ダンベル持つから、はい、ここでこう引こうとするんですよ、はい、これだけだったらやっぱり腕の動きになっちゃうので、はい、手で引くというよりかは右端固定したままね、最初伸びてるけどこっから引くときに肘をこの骨盤に近づけていくイメージを持ってもらいたいんですよ。わかります。で下ろすときも手でストーンと下ろすんじゃなくて、この肘からちょっと下に降りてくるイメージ、これを持ってください。こういうイメージでやっていただくとストレッチも広背筋からかけやすくなるし、引くときも最初から広背筋で引くことができます。なるほど。これを手でこうやっちゃうとやっぱり手先の動きがすごい関与しちゃうんで、収縮しきれないしストレッチもしきれない。そうすると効率悪くなりますよね。じゃあちゃんと背中が伸びて、 そうです、そこを伸びたところを縮めるっていう意識が大切ですね。ですね。そしたらこれがフリーでやるダンベルのワンハンドローという種目ですよね、はい、このスミスでやるワンハンドローイングもお伝えします。はい、先ほどのがダンベルを使ったワンハンドローイングになりました。でもやっぱりダンベルこう持ってるだけなんで、ここの軌道がブレちゃうんですよね。初心者向けと思いきやワンハンドローってすごい上級者向けだと思います。
難しい種目だと。でもやっぱダンベルとねベンチ台があればどこでもできるからすごくおすすめの種目なんですけど、はい、やっぱり効かすとなるとちょっと難しいのかなと。フリーだから動いちゃうから、はい、だからこそこのこれスミス、これを使うとどうなるかというと、これ絶対ブレないでしょ。ほら絶対ブレないですよ。だからこれを使ってワンハンドルをやろうじゃないかっていうことなんですよ。どうやるかっていうと、この状態ね、この姿勢、この姿勢がここの欠点でもあります。これがやっぱ硬くてできない人もいるんですよ。そうしたらやっぱハムストリングス、お尻周りのストレッチ、股関節のストレッチっていうのはすごく大事になってくる。でもこれがやっぱできる人っていうのはこの姿勢が作れるわけですよね。ここ柔らかい人はそれでこのシャフト持ちます。で、上目に持たないでください。この広背筋かぶぐらいに合わせて持っちゃっていいです。この辺どこですか、広背筋かぶって。この辺ですね。なるほど。この腰付近、はい、だからこの辺で持ってください。この辺、はい、この辺 OK ですか。はい。でなるべく体寝かしてもらって、硬い人はやっぱこうなっちゃうと思う。はい。まあ、このぐらいなら100歩ずつと OK です。そっからもう肘だけ引いてきますね。さっき言いましたよね。これブレないですよね、体ね、ほぼ。ここがまずブレないから。僕結構スミストレーニングで使うんですけど、それが一つの理由なんですよね。やっぱりいかに機械になれるかなんで、トレーニングってブレずに肘を支点に収縮とストレッチを繰り返せるか、それがすごくやりやすい種目がこれかなって。でもさっきも冒頭で言いましたけど、やっぱりこのハムケツ硬い人ってこの辺しかできないですよ。結構いるんですよ。そういう人がいるとこうなんか僧帽筋とか肩の方できちゃうんですね。突き上げちゃうね。突き上げちゃう。それだとやっぱり効いてこないから、だから体って柔らかい方がいいんですよ。なるほど。柔らかいに越したことない。で、僕のカメラマンね、柔道整復師だから、ハムストリングスのストレッチの前まっすぐりでやってるんだよね。まあでも大橋先生出ちゃう。大橋先生出ちゃう。まあ後でちょっとじゃあ教えてください。はい、後でね。はい。っていうのが分かりました、今の動き。はい。で、ちょっとだけテクニックを言うと、しっかりとここで支えてください、左手は。 OK ですか。はい。で、体のブレをなくすこと、そしてここの軌道のブレはないから、絶対で、引くときに気持ちちょっと前に出れると、より広背筋の下部、はい、この腰周りのこの辺の筋肉より収縮しやすいかなと。いつの時に出るんですか。この引いた時に、引いた時に出る。ちょっと出る。ちょっと気持ちね。はい。あの出過ぎちゃダメ。気持ちね。はい。こんな気持ちも。試してみてください。これがダンベルで行うワンハンドローと、スミスで行うワンハンドローでした。ちなみに僕はこっちでやってます。はい、はい、皆さんこんにちは。健康福祉会健康会代表の大橋と申します。ご無沙汰しております。こちらのジェントさんのチャンネルですと初めてになりますね。皆様はじめまして、ごきげんよう。以前一度マッスルグリさんのチャンネルでは出させていただきました。お久しぶりに、登場ということで、私が出たということはストレッチを教えていただけるさようでございます。ありがとうございます。で、先ほどのダンベルワンハンドをスミスでやるにもそうですし、手をついてやるにしてもそうなんですけども、やっぱりこのお尻とハムストリングス、
こちらのラインがやっぱり硬いと、全体的に広背筋に効かすことが難しくなってきてしまうので、やっぱり柔らかいに越したことはないということですね。よろしいでしょうか皆さん。あ、これは嬉しいですね。でもこれ出演料、今回はノーギャラ。ありがとうございます。いただきますので、はい、まあ、これでね、もしいいなと思ったらもちろんグッドボタンください。じゃあ早速やっていきます。今の2つですね。ありがとうございます。ありがとうございます。こちら2点をやると、ハムストリングスとお尻、まあ、筋肉のストレッチをさせることができますので、私の大橋元気さんですかね。彼も最近ハムとケツ柔らかくなりまして、で、なぜ、何をしたら柔らかくなったかって聞いたところ、やっぱり彼はストレッチを改めて時間を作ってやるというのが苦手な人間なので、やっぱりトレーニング中にストレッチをしたと。何かというと、やっぱりルーマニアでやってる人なんですよね。でルーマニアでやってる人というのは、今の2つ目にやった壁に手をつく種目、それに似てるのかなと。まあダンベルを持ってね、お尻をこっちの方向に下げて、上体が、待ってください、はい、大橋先生ですよね。トレーニングをおっしゃられるんですか。じゃあ今度ルーマニア教えてください。そうですね、はい、はい、今日2種目、そしてストレッチ1種目、いかがでしたでしょうか。満足いただけた方はもちろんこれください、グッドボタン。あと、まあちょっとこういう細かい内容ね、私自身のそのフォローミーの中で、もっと細かく解説してますので、興味ある方はそちらもリンクから飛んでください。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。